はい、ハンター株でございます。はい、ハンター株を持ってですね、今日は白糸スピードランドというところに来ています。はい、でハンター株、ご覧の通り株ですのでタンクがありません。まあ、あるんですけどシートの下に入ってますね。なので、まあ、走らせ方の話とかの本とかを見るとですね、もうあのニーグリップありきの話がほとんどですので、おそらく皆さんね、あの株の Y 全く関係なしみたいな感じの気持ちになっちゃうんじゃないのかなと、思います。はい、なのでちょっとね、株を走らせる上でのコツっていうのをやっていこうと思います。ただ基本的にですね、あのブレーキとアクセルを使った上での性能というか、そのコントロールをしていくんですが、まあ、タンクがないってことはホールドできないっていうことじゃなくて、この足でのホールドがちょっと強くなるっていう感じですね。で、あと人によってはですね、このシートのこのちょっととんがった部分、ここを使うっていう人もいます。はい、ではですね、このパイロンをちょっと使って旋回してみようと思うんですけど、基本的にカブだろうがですね、カブじゃなかろうが同じなんですね。旋回中にはこうブレーキをこう当てながら曲がっていくんですけど、その時に、カブはこのハンターカブは、クラッチがありませんね。なのでこっちの手は非常にこう楽ちんなのと、走行ラインに非常にこう集中できるというですね、そういう利点があります。旋回するときは前後のブレーキをなめがけ軽く当てながら、多分ねこれ見た目だと何にも分かんないと思うんですけど、実はですねこれ今右に曲がるときは右のステップにギューってこう力入れてるんですね。で逆に左に曲がるときは左のステップにギューっとこう力を入れております。はい、これはここで左に曲がるときは左のステップをギューっと踏んでますね。でこの時に前ブレーキとリアブレーキを軽く本当当ててるんですよ。でこっち内側のだから右側に曲がるときはブレーキを踏みながらステップも踏んでる、左に曲がるときはブレーキ踏みながら左のステップを踏んでるというですね、こういう感じですね。で左曲がるときは左ドーン踏んでいく感じですね。はい、で旋回方向を見ていく感じですね。はい、これがまあ基本的なハンターカーブの、曲がり方になります。でよくある初心者あるあるというかですね、おそらくハンターカブを買われる方のほとんどがですね、オートバイ初めてという方が多いと思うので、僕がやるですね、間違った曲がり方、これやんないでほしいんですよ。これやんないでほしいですね。はい、これこれやると何が起きてるかっていうと、なんとなくこう曲がってるような感じはするんですけど、まずブレーキを当ててないとですね、こうどんどんこうアクセルだけで外に膨らんじゃうんですね。ね、で体がこれリンアウトじゃないんです。これ体がただこう逃げてるだけなんですよ。そうするとこうすごい大回りになってるの分かりますか？大回りになっちゃう。大回りになっちゃう。これなんでかっていうと、バイクって曲がろうとするときにハンドルが切れるんですけど、これをこう押さえちゃってるからなんですね。なのでなるべくこう肘を柔らかくして、でこう肘をこう畳んでいかないと曲がんないんですけど、その時にスピードをコントロール&このバンクをコントロールするのに、やっぱりそのブレーキをこう当ててやらないとちゃんと曲がってこないですね。こういうことだから、これです。僕肘畳んでると思うんですけど、これね、これがですねこうなっちゃうとダメです。だから多分ほとんどの人はこういう風になっていくっていうですね、傾向がありますので、ぜひですねハンターカブ、乗られるとき特にそうなんですけど、肘をこう畳んでいく方向でですね、曲げていくということを意識すると、うまい具合に曲がることが、はい、できます。でちょうどサーキットなんで、この辺ちょっとグイーンってこう曲がっていこうと思うんですけど、ですね、
しょ。例えばですね、これが普通の一般道の、車線だとしてですね、本当に曲がるときなんですけども、こんな感じですね。こんな感じでですけれども、進行方向を見てブレーキをですね、軽くブレーキを当ててやるだけで、きれいにこう曲がるんで、はい、今もブレーキ当ててます。でリリース、アクセル、ブレーキ前後当てる、軽く当てて曲がっていく、でリリースみたいな感じですね。はい、そうするとですね、非常にこう安定しますので、決してタンクがないからニーグリップできない、まあ、タンクないとニーグリップできないですけども、下半身で扱えないということではなくてですね、ステップにかかる自分の足の重さの力を意識しながらですね、前後のブレーキをコントロールして、曲がっていけばですね、曲がることが、はい、可能です。はい、一生懸命やっていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい。